というわけで、ボン吉ちゃん、はい、お題の方をお願いします。今もう完全に今ふと思いついたのでいい？うん、マリオブラザーズ。マリオブラザーズのマリオ、マリオ任天堂のあのあれ、うんうんうん、了解。マリオ、マリオということで、これからマリオを変えちゃいますぜ。よしよしよし、見せてもらおう。見せちゃうよ、見せちゃうよ、見せちゃうよ。あのこっちは何色選ぶんだろう。茶色？茶色？茶色？茶色よ。私うまいからね。フィリピンの種類すごい早い。手際いいな。フィリピンの種類はうまいよ。ええー。書いちゃうよ。行っちゃうよ。あれ行っちゃうの？行っちゃうよ。行っちゃうよ。あ、なんかまごちゃんタッチがすごい、あの書ける人のタッチだね。これえ？そこを真似しようとしない、タッチ、 タッチを真似しようとしない。負けないよ、負けないよ、負けないよ。どうした？大丈夫？いい。あ、ちょっとイエローカードですよ、それ。え？え？ティ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 。あれ？あれ？いや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 。お、早い。え？フィリピーナ早い。早いでしょ？フィリピーナ超早い。早いでしょ？フィリピーナは早いぜ。フィリピーナはやっちゃうぜ。なんかカメラマンのこの動きがすごい躍動的になってきた。うわ、すごい描ける人のタッチだ。リアルだ。実写版、実写版じゃないけど。お、フィリピーナいつも通り変な感じになってきたね。何それ。変な感じってどういう。いつも通りだね。何いつも通りってどういう。いつも通りだね。いつも通り超超うまいぜ。ちょっとやべえな、うますぎてやべえな。自分自身のなんか才能に恐怖する感じだね。ちょっとやべえな。おお、タッチが全然違うな。真剣だな。まだまだ私も真剣だよ。真剣だよ。真剣だよ。え、マリオってハーパンだったっけ？マリオの職業って知ってる？何それ？マリオの職業？職業。え、ゲームで動くことじゃない。え、それを生業としてんの？え、違う。それでお金もらってんの、マリオ？それでお金もらってるんですよ。え、知らなかったの？逆に知らなかった。逆に、いや、あの間違った情報を与えない方がいい。ゲームでお金もらってるとかさ。あ、ちょっとできた。できた。え？できた。色使い。え？もうちょっと色？色使いの適当さ。そんなことない。そんなことないけど。わざと？うん、逆に。うん。フィリピンさん、ちょっと一個いいですか？あのこれあのまあいつもあの絵をあの絵の下手さをですね、あ、下手さ、下手さじゃないし、あの字でカバーするんですけど、いつもでマリオって書こうとして完全にマレオって書いてる。本当だ、本当だ。完全にマレオって書いてる。
誰誰ですか。マリオマリオ。そう。なんかどっかの国のあのパクリみたいですねそれ。でイーとね愛をね。まあね。間違えちゃう。マレオ。間違えちゃう。マレオ。まあそういうこともあるよね。うん、人間そういう間違いもするよね。まあそうだね。うん、仕方ない。仕方ない。仕方ない。うん、もう悪びれない。だって悪いと思ってないもん。まあまあね。うん。その分ね、絵が超うまいからさ、その字の失敗をもう払拭するかのような、うん、涙が出るような名作をね。ちょっとカメラさんやめてください、そのなんかあの変なアピールやめて。変なアピール、ちょっと変なアピールがたまに入る。変なアピールは変な指示を出そうとして。あ、うめ。どうですか皆さん、まこっちゃんが絵を描いてますよ。どうですか皆さん、ここで、あのすいません、カメラさん私に変なことをやらせようとするのやめて。やれ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 。ああそうね、そうね、ここでちょっとあのまこっちゃんがね、うん、書いてるからね、うん、私がここでモノマネを、お、モノマネコーナー、モノマネコーナーをしないとね、うんうん、本日は何やってくれるんですか。何やっちゃおうかな。ボン吉ちゃん何がいい。うーん、どれ、やっぱプロレス関係がいいですかね。あ、プロレス関係、プロレス関係、うん、じゃあ何しましょう。何がいいかな。じゃあ、技の前にします。技技技技技技じゃあ、まあ、知ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、中村慎介さんのボマイエっていう技があるんですよ。ボマイエ、ボマイエ、かっこいいですね。そうですね。お、ちょっとやっちゃいます、ここで、うん、やっちゃうぜ。やってください。それでは、中村慎介選手のボマイエ、どうぞ。お、どうでしょう。すごい。どうでしょう。もう私の鋭い膝。すごいな。膝？かっこいいな。すごい。いいでしょ。あと、まあ、結構あの新日本さんの、うん、内藤選手と顔がすごい似てるって言われるんですよ。言われるんですよ。どうすか、どうすか、自分の顔いかがでしょう。いかがでしょう、皆さん、いかがでしょう、いかがでしょう。じゃ、その内藤選手のポーズの真似をしようと思います。お、それでは内藤選手やっちゃうぜ、どうぞ。ディー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 。なんかすごいカメラさんが超笑ってるんですけど、ダメダメ、あ、いいいい、すごいいい、いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。どうしよう、まこちゃん、どうしよう、まこちゃん、どうしよう、どうしよう、まこちゃん、どうしようってなんだ。あ、できました。お、できた。よし、完全にモノマネ見てなかったですね。できた、できた。じゃあ、それではあのボン吉ちゃんにあのどっちが勝ったか判定してもらおうと思います、うん、お、俺やっちゃっていいの、決めちゃっていいの。フェアリー、フェアリー、それはもちろん、フェアリー、うん、お願いします。それはもちろん、うん、じゃあちょっとせーの。うわー、どうよ、うわー、もうどうよ、決まったな、決まった、決まった。お、じゃあボン吉ちゃんから発表していただきましょう。はい、じゃあ勝者はタララ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 ラ、じゃん、まこちゃんです。あ、うーん、っていうかもう一目瞭然、いや、おかしいだろ、運命の差、いや、おかしいだろ、画力、それはおかしい、画力に運命の差、いや、おかしいだろ、絶対おかしいと思う、これはおかしい、これはフェアじゃない、だって素晴
しいもん、私の絵。でも全然違うよ、これ。だって自分の絵素晴らしいもん。あ、こんなに同世代でもこんなに差が出るんだなっていう。いや、おかしい、おかしい。絶対絶対みんなに見て判定してもらいたい、うん、判定してもらいたいわ。だっておかしいもん。じゃあ見てもらうでしょ。うん、あ、そうだ、9月8日の、はい、スマッシュ後楽園ホール大会の後に、はいはいはい、アフターパーティーがあるじゃん、スマッシュで。あるある。そこで、うん、みんなに見てもらって、お、どっちが勝ちかジャッジしてもらえばいいんじゃねえの。いいんじゃどうよ、まこちゃん。お願いします。お、じゃあそれで決定で、イエイ。イエイ。いや、絶対負けねえよ。いや、まあ多分まこちゃんだと思う。え、画力に運泥の差。いや、それおかしい、うん、おかしい。まあまあ、それは当日、うん、お客さんの皆さんに判断してもらうということで、ちゃんとフェアな感じでお願いします。おーい。じゃあ、というわけで、お、また倉さん、今回から趣里チャンネル始まったわけですけど、いいよ、これからもこんな感じで、ゆるゆるな感じで、ゆるゆるな感じでやっていこうと思うので、うん、ちょっと毎週皆さんチェック忘れずに、チェケラでお願いします。はい、じゃあ今回はまこちゃんの、あれ、まこちゃん弾いてる、うん、え弾いてないんだ、ね、チェケラでしょ。チェケラで、お、ありがとう。じゃあまこちゃんにもちょっとシュリーチャンネルで締めてもらおうかなと思ってます、はい、あ、萌え萌えキュンキュンの方がいい、萌え萌えキュンキュンの方がいい。あー、若干ショック、残念、ショック。じゃあ萌え萌えキュンキュンで締めたいと思います。じゃあまこちゃんからお願いします。はい、いくぞ。よ、萌え萌えキュンキュン大好き。